夢ある。田舎のネズミと都会のネズミ。昔昔のお話です。田舎に暮らすネズミのところへ都会に住む友達ネズミが遊びに来ました。2匹は草が青々と茂る畑へやってきました。さあさあ、たっぷり食べて。大麦、小麦、どんぐりに大根やトウモロコシ、たくさんのごちそうがあります。ところが都会のネズミは残念そうです。都会の食事はもっと美味しいから食べに来ない？田舎のネズミはついていきました。真っ白なテーブルクロスの上に色とりどりのごちそうが並んでいます。パンやチーズ、果物、甘いお菓子、どれでも召し上がれ。いただきます。その時です。ドアが開いて人間が入ってきました。大変だ、逃げろ。2匹は慌てて小さな穴に隠れました。もう大丈夫かな。しばらくしてネズミたちは穴から顔を出しました。すると、今度は猫が現れました。こんな危険な暮らしは嫌だ。田舎のネズミは言いました。やっぱり僕は田舎がいいや。そしてごちそうを食べずに帰っていきました。